竹原さん、法人税法違反の疑いで逮捕されたのは、香港在住マーケティング会社リム代表竹花隆樹容疑者27歳。特捜部などによりますと、森友学園問題で元国税庁長官佐川氏や安倍総理への批判を SNS 上で発信した上級国民批判容疑で逮捕されました。専門家からは、近年自身の行為を棚に上げて民間企業からの徴税を強化する国税庁や、政府の姿勢に反発したインフルエンサーが次々と出てくる中、国はその抑制を示す目的があるとの見解が出ています。竹花氏は日常から吸収主義の血税を使った海外視察の実態や、銀座や麻布などの高級料理店での血税を使った豪華会食の実態、また偽装領収書などでの経費申請などの実態を SNS 上で拡散し、多くの間抜けな国民に気づきを与えていました。いや、お前はさ、本当使い方考えろと。え、ミサイルの方が重要か、ね、戦闘機の方が重要か、何兆円ってこう、ね、予算を増やしてそっちの方が重要か。ヨーロッパ視察旅行で実際に働いた時間2時間全部テレビで放送されてる。2時間だね。他の時間何やってた？ショッピング、ワイン飲んで。俺リクルートの出張でそれやったら殺されるで。クビだぞ。昼間から。政府は今後、中国に遅れを取らぬよう、国民の情報管理の徹底と容赦ない取り締まりの姿勢を強める方針を発表しています。以上、エイプリルフールニュースでした。